平成1年です。今回はですね、那覇に唯一あるビーチ、波の上ビーチを紹介していきましょうね。皆さんのイメージだと那覇っていうとね、国際通りとか、あとまあ飲み屋街とか、あの居酒屋とかね、あのホテルとかいっぱいあるとかっていう感じで、あの人がいっぱいいる、まあ都市ですよね。沖縄の中で一番栄えてるところなので、ビーチとかあるんかなって思うと思うんですけど、1個だけあるんですよね、ビーチが。でその波の上ビーチを今回あの動画と一緒にね、みんなにね紹介していきたいなと思ってますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。で、あのここはね、那覇空港からだいたい15分ぐらいで、国際通りからも15分ぐらいのところにあるビーチなんですけど、まあ、今見えてるみたいにね、あのイメージと違うと思うんですよ。沖縄のイメージって言ったらもう水平線 でやっぱりあの、まあ、サンセットを見れてとか、そういうようなイメージ強いと思うんですけど、ここのビーチはね、まあやっぱり都市型なんで、あの橋がかかってるっていうね、あのそんなビーチになるんですけど、人工のビーチなので、あの砂持ってきて、あの埋め立てて、で綺麗に整備して、あのビーチとして使えるようになってるんですけど、ただね、思った以上に綺麗です。あの結構都心なんであんまり綺麗じゃないかなと思うかもしれないんですけど、やっぱ綺麗なんですよ。なのでここのちょっと遊び方っていうのはね、あのどちらかっていうと、あの国際通りに近いんでちょっと海行ってみようかとか、あとは帰りにね、ちょっと海寄りたい、だけど空港までの時間が、あの飛行機の時間があるからね、なかなかがっつり泳げないとかっていう時にちょっとフラッと立ち寄ってね行くみたいな、そんなあのビーチの利用の仕方が多いですね、うん。で今も見えてますけど、あの結構綺麗なんですよ、うん。僕もね、あのあんまり綺麗じゃないかなと思ってはいたんですけど、あのやっぱ綺麗だなと思います。で、あの、まあ、ここのね、で、あの基本情報をあの紹介していこうと思うんですけど、まあ、利用料はね無料です。無料ね、そのまま入ってから泳ぎ利用っていう感じで、遊泳期間は、4月から10月まで、これもまあほとんど変わらんね、他のビーチとはね。で、遊泳時間ねは、午前9時から6時ぐらい、6時まで、で季節によって変動しますよって、これもまあ変わらんね、やっぱね、うん、遊泳時間が決まってるっていう感じですね。で、あとは設備もね結構しっかりしてて、シャワーとトイレと更衣室、ロッカー、あと売店で、あと今見えてますけどネットもちゃんとあるし、あと監視員もちゃんといるんですよ。なので結構ね、まあ、あの他のビーチとはね、あの遜色ないようなそんなビーチになってますね。で近くにね駐車場もちゃんとあって、あの那覇なんであんまり駐車場ないかなとは思う人もいるんですけど、結構あの大きくて113台停めれるところがあるんですよ。ただやっぱりビーチだけを使うためにあの停めるわけじゃないんで、やっぱ113台だとね、那覇だとやっぱいっぱいになることもあるんで、どうかな、まあホテルにね、那覇市内のホテルに泊まってる人だったらもうそのままタクシーで来た方がもしかしたらいいかなっていう感じですね、うん。レンタカーで来てからあの駐車料金払うぐらいだったら、あのタクシーの方がいいかなと、うん、思う感じですね、ここはね、うん、駐車場だったら、うん。で、あとレンタル用品なんですけど、それも結構しっかり借りれます。あのビーチチェアとかね、あの浮き輪とかも借りれるんですけど、価格がコインシャワーは100円、これもまあ変わらんね。でロッカーも200円、ちゃんとロッカーもある。で、あとチェア、ビーチチェアが500円、これは、うん、結構回ってるんですけど安いですね。あと浮き輪が1000円からっていう形で借りれて、パラソルも1500円から借りれるという感じなんで、結構ここは、うん、まあ安いかなと思いますね。なのであのちょっと借りてからゆっくり過ごすとかっていうのはここだったらいいのかなって思いますね。ここね、今ねビーチざっと見てもらったら、あのがっつりねちゃんと、まあ、海で遊ぶっていう感じじゃないじゃないですか。防護ネットも、まあ、あんまり深くもないし、あの浅瀬なんですよ。もうほとんど足つくんでね、もうほんと波打ち際でバシャバシャ遊ぶっていう感じだとは思うんですけど、2013年からね、あの奥の方にね伸びたんですよ、ここ。なんで今この波の上ビーチっていうのが、波の上海空公園っていう中に1個あるっていうような感じになってて、公園が伸びたんですね。でそこではちゃんとねダイビングだったりとかシュノーケリング、あとバーベキューもできるようになってる施設があって、そこが広がってるんですよね。なんであの後から広がったんで、まあ、あんまりみんな知られてないんですけど、実際ねがっつり那覇でシュノーケリングやろうがしさってなったら、そこ行って、まあ、反対側なんですぐ近くなんで、そこで楽しむこともできるっていうので、あの結構ねバーベキューでもね、僕なんか地元のうちなんちもあの
話題になってたんで行ったことあるんですけど、やっぱりねすごいおしゃれでね、うん、いい感じのところだったんで、ぜひバーベキューしながらシュノーケリングとかダイビングとかしたいなっていう人は海空公園の反対側も使ってもいいかなと思いますね。みんなもねそうだと思うんですけど、やっぱりがっつり海で泳ぐを遊ぼうやすさとかビーチで遊ぼうやすさってなったら、やっぱりね中部のまあ池島とかね読谷とか、あとはあの北部の方の海でがっつり遊ぶと思うんですよ。なので僕なんかもそんながっつり遊ぶっていう感じじゃなくて、例えばまあ短期間しか、まあ那覇にしか来れんから、でもやっぱ海行きたい、でも北部とか中部行ったら1時間とか2時間かかるから、それだったらちょっとね那覇で遊びたいやつだとかっていう時に、やっぱこうここのビーチは利用する人たちが多いかなと思いますね。で今ね見えてるようにここの公園はまあやっぱロ、まあ、住宅街っていうかね、あの那覇の都市の中にあるんで、まあ公園でねおじおばあなんかがいたりとか、地元の人がいたりとか、あと朝だったらねランニングしてる人も多いよっている書かれてたりもするんですけど、実はねここね、あの今見えてるあの左側、まあビーチの後ろ側ね、後ろ側っていうのはあの松山っていうね、あの大きいもう歓楽街、あの、まあ、スナックとかね飲み屋街なんですよ、キャバクラとかある。でもうちょっと前、もう今見えてたところ、さっき見えてたところの住宅街っていうのはあの実はピンク街なんですよね。あのまあラブホテルがあったりとか、そういうところなんですよ。なんで朝とかねどっちかっていうとね、もう酔いつぶれてる人がいたりとか、あの寝てたりとかね、そういうのも多いし、あの夜のねデートスポットだよってよくねガイドブックとかにも書かれてるんですけど、実際はね夜ねあのデートしてるって言ったらなんか、ね、ピンクが通っていくんであんまり行かないんですよ。で女の子なんかだけでねここら辺で夜景綺麗だからって言ってから来るって言うんですけど、あんまり僕はまあ見たことはあんまないなと思うんですよね。あ、まあ、実際ちょっと危ないじゃないけど、うん、あのまあそういう歓楽街なんですよね。だからどっちかっていうと、まあ、遊びに行ってドライブ夜行くんだったら、あの海空公園の反対側のところに行ったりとかね、そこの方がいいかなと、まあ、僕は思いますね、うん、ただねあのビーチとしてはしっかり設備も整ってるし、他のビーチ、まあ、中部とか南部の他の、ね、ビーチとかともあの変わりないような設備になってるんで、国際通りに遊びに行く前にちょっとビーチでこの波の上ビーチで遊んで、でシャワーも浴びれるし、ちょっと浴びてからね国際通り行くとか飲みに行くとか、そういう感じで使えます。で今もねちょっと見えてたんですけど、あのここはね昼間もし遊びに行くんであれば、ぜひね波の上宮も一緒に遊びに行ってほしいなと思うんですよ。僕なんかからすると波の上ビーチに遊びに行くっていうよりも波の上宮の方がね結構有名なんですね。まあ、あの波の上宮っていうのはあの沖縄の中でもね一番のね由緒あの格式の高い神社っていうのでね有名で、僕なんかもそうですけど、あの正月はねよく参拝に行ったりとか、まあ一回は行ったことあるよっていう人たち多いと思うんですよ。でそんな神社があのこの上の方、今左側に見えてる上の方にねあるんですけど、波の上宮はねもううちなんちだったら知らん人はいないっていうぐらい有名なところで、まあ、琉球王朝時代っていうのは、まあ、この地はねもうすごい理想郷って呼ばれてて、二代かなえ祈りを捧げる場所っていう聖地だったって言われるぐらいのところなんで、あのやっぱパワースポットとしても有名ですし、うちなんちもみんな知ってるしね、やっぱ一回ちょっと歴史を知りたい人とかは行った方がいいかなと思います。まあ、テレビドラマになった小説のテンペストっていうのも登場してる、まあ、歴史的なスポットなんで、ぜひここも行きながら波の上ビーチで遊んで、でそれでまあ国際通りとか行ったりとかするっていうのがセットになって面白いかなと思いますね。はい、今回はね波の上ビーチを紹介してきましたが以上になります。で、まあ、波の上ビーチはねあの那覇空港とか那覇あの国際通りからね近いですから、すぐまあ行けるよっていうのと、あとまあがっつりね那覇でダイビングとかやりたいよってなったら、あの波の上海空公園っていう、まあ、反対側のところがあるよっていうのと、ちょっとね、やっぱ歓楽街なんでピンク街の裏なんで、ちょっとね夜はねあの遊びに行くんだったらここじゃなくてな、あの海空公園の反対側の方がいいよっていうのと、で最後にね僕のおすすめとしては、波の上宮行きながら波の上ビーチを遊んで、で国際通りとか行ったりとか、あの、まあ、飲みに行ったりとかねするのが一番いいんじゃないかなと、あの思ってます。このチャンネルではね沖縄に住んでるあのうちなんちの僕がね沖縄旅行にみんな来てもらう時のあのおすすめのスポットとかね、あと今だとねビーチをねあのどんどん紹介してるんですけど、僕海が好きでね沖縄県内だけでも50以上のビーチ回ったことがあるんで、それぞれの特徴とか、あとまあ比較って言ったらねあれだけど、こんなあの遊び方ありようとかっていうのを、やっぱりね海とかって動画の方が伝わりやすいじゃないですか。やっぱガイドブックとかでな載ってないようなところまで見れると思うんで、そんな感じであの紹介するチャンネルです。
でやっぱ沖縄旅行の下見とかね、新しいこんな場所行ってみたいけどどんなかなっていうところも見つけてもらえるようなあの感じで見ていただければなと思います。あとその他にもね、リアルなあの地元の紹介とかね、あとあのうちなんち目線での沖縄移住とかについても今後どんどんアップしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、今回以上になります。